久保さん、効率よく稼ぐ方法にしましょうか。効率よく。あの、多くの人がね、効率的にこう、なんか質問もお正月かどっかであったんですけども、まあ、効率的に勉強したいとか、効率的に稼ぎたいみたいなのあるわけじゃないですか。で、結局、結果的に数こなしてると効率的になってくるんですよね。逆に数をこなさないと効率に全くならないっていう。 最初から効率、なんかコピペじゃないので、人間はロボットじゃないので、一回やって、いきなり効率化できるのか、本、例えば本を読んでね、効率になるチャラとかやっても、一回でその効率化できるのっていうのは、まあ、物によってはあるかもしれないですけど、あんまないパターンが多いんですよね。例えば、ステップメールで稼ぐって多分効率的ではあるっちゃあるんですよね。自動で稼ぐと。だけど、じゃステップメール、売れるステップメールを書くまでは非効率なことをやらないといけないですよ。 効率的に稼ぐために非効率なライティングですよね。を勉強してやらないといけないから。だからね、効率的に稼ぐためには非効率なことをどれだけできるかっていう。ど,どうですかね。あの、さっきの事例も、本来だったらあの、あの、請求書を送るとか、あの、支払い期日ですよみたいな、取り立て、まあ、万田銀次郎だったら取り立てあの、しに行かないといけないわけじゃないですか。効率悪いじゃないですか。 でも非効率なことを積み上げていくと何も連絡しなくても勝手に入金されるみたいなね。そう。もうめちゃめちゃ効率いいですよね。全くこっちからアクション何もしないわけですから。うん。でもそれはいろんなお客さんとの積み上げたとか関係するとかそういうことなんですよね。だから最終的にはその効率的になるんですよ。ちゃんとやってれば。ちゃんとやってればですよ。ただ正しい方向でちゃんとやっていればあの効率的になります。ただ逆方向行ってたらね、ずっと非効率のままですけども。 でもその、えー、なんだろうな。そんなに難しくないですよ。正しいことっていうのは。正しいことっていうのは、単純に商売をやる。まあ、アフリエートをやる。何でもそうなんですけど、本質的なところは人と人なんで、人と人との関係性をどう作っていくかっていうのが、もう究極シンプルに言ってしまうと、そういうことです。で、じゃあ人との人の関係性をどういうふうにその、作っていくのか。非効率ですよね。多分。<laughs> ででデートに誘うとか非効率じゃないですかどうですか久保さん <laughs> キャバクラのお姉ちゃんを落とすためにどうですかあのお金を払い続ける非効率ですよね <laughs> でも人と人はね非効率でできてるんですよいってらっしゃい